あなた、本当に最強なんですか？ということで今回はケース3です。ことの発端はメイン PC。ディープクールの LT720 を使ってるんですが、大して負荷をかけてないのにファンからそこそこ音が聞こえてくるのがずっと気になってまして。せっかくなら静かでよく冷えるファンに変えたい。そこでおじさんは気になった、ノクチュアって本当に最強なのかな、と。高級 BTO の代名詞とも言えるサイコムでも採用されてたり、ハイエンドファンといえばノクチュア、みたいなイメージが自作界隈には根付いていると思うんですけど、このファン、発売は2018年。さすがに5年前の製品に、最新モデルが負けることはないんじゃないの、と疑問に思って、いろいろ買い込んでみました。今回用意したのはご覧の4種類。RGB ファンを除外しているのは、メイン PC はなるべくケーブルを少なくしたいことと、光らせることへの興味がないためです。ここにもともと LT720 に付属する FK120 を加えまして、第1回、120mm ファン最強決定戦を勝手に開催いたします。本当に最強のケースファンを探し求めている方は、多分きっと参考になると思うので、ぜひゆっくり見ていってください。で、今回は 360mm ラジエーターの簡易水冷に取り付けて検証するので、それぞれ3つずつ購入しました。部屋がケースファンまみれです。スペックと価格を比較してみるとこんな感じ。風量とか制圧がどうとか、ケースファンってスペックを見比べてもいまいちわかりづらいですよね。それぞれの特徴や選定理由など、順にご紹介します。まずは LT720 に最初から付いてる FK120。いわゆる普通のケースファンで、3個セットなら4000円ちょいで購入可能。安いながらもきちんと四隅には防振ゴムが用意されていたり、高負荷時の音がちょっと大きめという点以外、これといった弱点もないまさに普通のケースファンです。続いてケースファンのキングとも言える、ノクチュアの NFA12。もうパッケージから高級感がブリブリと漂っています。中身を見ていくと、説明書みたいなものが入ってました。本体も取り出してみましょうか。はい、一部の方からうんこ色と揶揄されることもありますけど、この唯一無二のカラーこそがノクチュアですよね。ほんのり重みもあったり、触ってるだけで安物ではない感がビシビシ伝わってきます。いろいろと付属品もセットになってて、2つのファンを同時に動かすための分岐ケーブルや、回転量を抑えるためのケーブルもあったりします。今回、ケーブルは LT720 に付属するものを使用して、ファンの付属品は使いません。3つ取り出してみました。これだけで1万円超えちゃうの、パソコンに詳しくない方からすると完全に意味不明ですよね。続いてのエントリーは、アークティックの P12MAX。今回用意した中で最も安いんですけど、これを選んだのは価格コムでランキング1位だったことと、某メディアで絶賛されていたから。確かにスペックを比較してみると、回転数は最も高いですし、騒音も少なくて耐久性も高く見えますよね。実際の性能はどやねん、というところは後ほどご紹介するとして、まずは実物をチェック。格安モデルということもあって、パッケージはコンパクトで、付属品もネジのみとあっさり。はい、見た目も質感も安っぽさは否めませんが、これ本当に冷えるんでしょうか。激安ファンって防振ゴムが貼ってなかったり、シールで付属することもありますけど、この子はちゃんと貼ってあって安心しました。すべて取り出してみるとこんな感じ。3個で3500円くらいですから、お財布に優しいのが最大の魅力です。続いてはこちら、サーマルテイクのタフファン12プロ。サーマルテイクの製品は以前 PR 動画で使わせてもらったことがありますが、今回は一番新しくて一番強そうなものを買ってみました。2個セットが用意されていて、単品で3つ揃えるよりちょっぴり安く買えるのはグッドです。中身を見てみると、保証書なのかな？何やらプリントが付属。ファン本体も見ていくと、サーマルテイクあるあるのめっちゃ長いケーブル。これは以前提供いただいたタフファン12の RGB モデルですが、これもケーブルがめっちゃ長かったですし、簡易水冷に付属するファンも太くて長かったんだよな。でかいケースで使うことを想定すると、短いよりは長い方がいいのかもですが、長すぎるケーブルはシンプルに邪魔なんだよな。3つ揃えると、はい、ケーブルがわちゃわちゃしてます。デザインや質感はめっちゃ好みなんですけどね。それとこの子にも回転数を抑えるケーブルや、ラジエーター用と思われる長いネジなどが付属してました。最後に登場するのがこちら、クーラーマスターのモビウスって読み方でいいのかしら。
今回用意したファンデ最高額の1個4000円を超える超高級モデル。ほんのり青みがかった色でダークブルーという表現が適切でしょうか。このファンの特徴はケーブルにスイッチがあって、ここで3段階のモードチェンジができること。後ほど詳しくご説明しますが、モードを変えることでガラリとファンの表情が変化します。それと、ほとんどの 120mm ファンって厚さが 25mm なんですけど、この子は 27mm とちょっぴり分厚いです。ラジエーターに取り付ける際、他のファンと同じような感覚でドライバーを回しちゃうと、ほんのりファンが曲がっちゃうので注意した方がいいかも。性能そのものに影響はないと思いますが、ファンが変形しちゃうと嫌なので、ぐらつかない程度に固定しておきました。ということで、今回はこの5種類で性能を細かく比較していきます。いろいろ触ってて気づいたんですけど、高級ファンと格安ファンでは、手に持ってファンを回した時の振動の伝わり方が全然違います。例えば P12MAX や FK120 はブルブルと指に振動が伝わってきますが、3000円を超えるファンたちは全くと言っていいほど振動がないんです。軸にブレがないということなのか、驚くほど滑らかにファンが回るので気持ちいいです。もうこの時点で価格の差を感じちゃいます。今回の検証環境はこんな感じ。CPU グリスはアークティックの MX4 を使っています。改めておさらいですが、私が気になるのはこの2点。CPU 温度のチェックはシネベンチとゲームを2種類。騒音については BIOS のファンコントロールをいじって、4パターンでそれぞれの騒音を計測しました。騒音の計測時はグラブを外して、CPU クーラー以外に音を発するものが一切ないようにしています。また、騒音計の値は常に細かく変動するものなので、おおよその数値でまとめていることをご理解ください。ではまずはシネベンチ計測中の温度から。R23 のマルチコアを10分間走らせて、アフターバーナーで計測した CPU 温度のログを Excel で読み取って平均値を算出しています。Mobius はモードチェンジで性能が大きく変化するので、それぞれ計測してまとめました。無制限状態だとほぼ100度に張り付くので、あまり比較する意味はなかったかな。PL1 を 125W、PL2 を 253W に制限した状態だと、だいたい平均値は60度くらいに収束。わかりやすいように制限状態の結果のみをグラフにしてみるとこんな感じ。ほぼ誤差の範囲ですけど、結果だけを見ると FK120 が一番冷えていました。タフファン12 Pro が最も高い温度になっているのは意外です。温度にほとんど差が出ていないのは、もしかするとラジエーター側の限界もあったりするのかしら。参考程度に、シネベンチのスコアもまとめてみました。CPU の温度がほとんど変わっていないこともあって、スコアも誤差程度です。続いてサイバーパンク。ベンチマークモードを走らせて、CPU 温度の平均値をまとめました。P12MAX と FK120 では4度以上の差が出ていて、ここまで来るとさすがに誤差では片付けられないかな。意外にも NFA12 やタフファン12 Pro より P12MAX の方が冷えてるんですよね。それとモビウスはモードを変えてもほとんど温度に差が出ていません。続いて FF15 ベンチ。はい、最も冷えているのは一番安い P12MAX でした。それと FF15 ではモビウスのモードチェンジがきちんと温度に反映されているようです。NFA12 とタフファン12 Pro の温度がちょっと高めなのは謎。もちろん設定などにズレがないことは何度も確認済みです。ここまでの結果を見ると、1000円ちょいで買える P12MAX のコスパがえげつないという結論になりますが、ケースファン選びにはもう一つ大切なポイントがあります。そうです。騒音です。BIOS をいじってファンをフル回転させた時の騒音値がこちら。はい、P12MAX は安いくせにめっちゃ冷えるんですけど、とんでもないうるささです。60dB ってハイエンドクラスのゲーミングノートに高負荷をかけた時と同じような騒音ですからね。モビウスのフルパワーもかなりのうるささで、静音性に優れたケースを使うならともかく、オープンフレームでこれを常用するのは無理だな。低回転モードだとフルパワーでもかなり騒音が抑えられていて、今回計測した範囲では最も静かでした。ご覧の通りモードチェンジで騒音はかなり変化するんですけど、CPU 温度はそこまで差が出ていなくて、性能と騒音のバランスで考えると、低回転モードで運用した方が快適なんじゃないかな。続いて 75% でファンを回してみると、ここまでいまいち活躍できていなかった NFA12 とタフファン12 Pro の静音性が光っています。
スペックを見比べてみてもわかるように、この2つはとても似ていて、TAF-1 12 Pro は NFA12 をかなり意識して設計されたんじゃないかな。知らんけど。50% ではこんな結果に。私の経験上、この騒音計で 40dB 以下はほぼ無音です。ラジエーターからも多少の音は発生しているはずですが、NFA12 と TAF-1 12 Pro なら、低負荷時はほぼほぼ無音状態で PC を運用できちゃうということです。最後に 20%。アイドル状態だとほとんどのファンから音は消えるんですが、モビウスはどのモードでも多少の音が発生していて、ちょっともやります。という感じで今回は本当に最強のケースファンを探す旅をしてみたんですが、製品ごとの個性が如実に数値として現れていて、検証しててすごく楽しかったです。もともと LT720 についてる FK120 も、高負荷時の騒音が大きめというだけで、冷却性能という点では全く問題ないレベル。というか温度については数値上の差でしかなくて、もちろんそれも性能比較という意味では大切なんですけど、今回の結果を見る限り、どれも実用上は全く問題ないレベルでした。空冷クーラーとか別の簡易水冷のラジエーターを使うと、また結果が変わってくるかもしれませんけどね。何を重視するかは人それぞれだと思いますが、私はうるさいのがストレスだったので騒音が最重要ポイント。T12MAX は某メディアで絶賛されている通りのコスパの良さですけど、あまりにもうるさくて私は NG。静音に特化したケースを使っていたり、騒音を全く気にしなくて、とにかく安いファンが欲しい方にはいいのかもしれませんね。1個4000円を超えるモビウスもモードチェンジ機能は面白いですし、冷却性能は素晴らしいんですが、低負荷時の静音性がいまいちなのと、27mm とちょっと分厚いのがやや扱いづらいかな。今回はラジエーターへの取り付けでしたが、普通にケースに固定する分には分厚さはほとんど気にならないと思いますけどね。価格に見合った素晴らしい製品だと思いますが、私が求めるものとはちょっとズレがある、というのが率直な感想です。NFA12 については、まずは疑ってすみませんでした、と全力でお詫びします。冷却性能は最強とは言えない結果でしたけど、静音性が本当に素晴らしくて、5年前に発売された製品なのに最新モデルと肩を並べているのはマジですごいと思います。唯一の弱点と言えそうなのは、好き嫌いが分かれそうなこの色でしょうか。私は好きですけどね。最後にTAF-1 12 Pro。かなり期待していたんですが、冷却性能と静音性は NFA12 と同等レベルで、最新モデルなんだからあともう一歩頑張って欲しかった感はちょっとあるかな。デザインも高級感がありますし、ケーブルが必要以上に長すぎるという点以外、文句の付けどころはありません。いろいろ試した結果、今回はTAF-1 12 Pro を採用することにしました。NFA12 でも良かったんですけど、オープンフレームのメイン PC の色合い的に茶色は合わないなと思いまして、決め手はそれだけです。ケーブルが長すぎるのはどうしても気に入らないですけどね。たかだかケースファン1個に3000円もかけるなんて、と思っちゃう方が多そうですけど、実際に色々触ってみると、やっぱり価格相応の良さがあります。高級ファンを手に持って回した時のブレや振動の少なさは、ぜひ PC ショップとかで体感してみてほしいな。今回試した5種類の評価をざっくりまとめるとこんなところでしょうか。私はうるさいのが嫌だったので静音性重視で選びましたけど、自作 PC のパーツ選びで何を重視するかは人それぞれですからね。こういうファンってパソコンを組む時に軽視されがちな気がするんですが、日々快適にパソコンを使えるかはもちろん、大切なパーツをきちんと冷やせるかどうかに直結しますから、たまには目を向けてあげてはいかがでしょうか。ケースファンの数でどれくらい内部パーツの温度が変わるかは以前詳しく検証しているので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。では今回の動画は以上です。今後も PC ゲーマーに役立つ情報を発信していくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。動画の感想や要望、ツッコミなど、コメントをもらえると励みになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。